滋賀県琵琶湖のほとりにある小五島温泉断頭館菊の屋。こちらにいる小さな英雄が看板犬の柴犬豆太郎オス5歳。3代目の看板犬として2016年10月菊の屋にやってきました。スタッフやお客さんに可愛がられすぐに看板犬として人気になった豆太郎。しかし順風満帆に思えた矢先、新型コロナウイルスが襲います。休業を余儀なくされた菊の屋。そんな時、必死に看板犬として職務を全うしようとする豆太郎の姿に従業員の皆さんは勇気づけられたといいます。まさに看板犬ならぬ英雄犬。10月に緊急事態宣言が解除され、ようやく宿泊客も戻り、また看板犬としてお客様のお迎えとお見送りをする豆太郎なのでした。